初めて運転しててトラックに鳴らされちゃってさ、うん、ブーってびっくりしたよね。ブーン、いや、そんなんじゃない。ブーン、いや、トラックでかいからな、ブーンじゃないからな。だマジで怖いよな。しかもその後横通り過ぎてくるのめちゃめちゃ怖かった。体当たりしてくんじゃねえかなと思って。すごい。それはやっぱり、それは完全に殺人。誰が体当たりじゃん、お前。めっちゃでかかったんだって。ダイヤ22個に増えてる。いいね。いいこと結構増えたね。そのうち8個でね。細けんでしょ。細けんでしょ。アピール、アピール、アピール。アピアピ。やっぱアピールっていうのは大事だからね。なぁ、サトキビ植えてこよう。あ、いいね、植えようぜ、サトキビ植えましょう。俺を見に行く。植えてくる、植えてなかったけどさ、すでに植えたんだよね。でも、まだあるから植えてくる。なんかさ、ここなんでちょっと遅くなんの、ここ通るとき。なんか遅くなんない？どこ？あ、ほんまや。なんか一瞬スローになんだよね。なんかそこさ、あれじゃない？地下、穴深くめっちゃ掘ったところじゃない？その辺、違う？あれ？でも、あ、違う、これ、はしごにぶつかってんだ、一回。はしごずってるからやった、たぶんこれ。なんかね、たまになんかね、遅くなんだよな、これ。いや、俺も思っててん、これ、なんでここだけ。なんだか、そうそう、なんか、ブンってなんだよ。そう。ぬぬぬ、いや、ほんまに。ぬのハンカチな。あ？ぬのハンカチってあったぞ、お前。ところってまして。あ？あ、ボーボーボー？うん。ボーボーのネタはちょっとわかんねえや。急に言われてもさ、思い出されへん、ボーボーで。ここ、ぬってなるところ。ぬってなるその、はしごのところ。あ、ここ？これで、伸びるよね、確かさ、どうし。わかんない、どうやって伸ばすの？ちょっとぬって放置してたんだけど。てかさ、砂の上ダメじゃない？土の上じゃなかった？砂の上、土の上にね、あ、これ？植えれない。そう。だから、ぬってなる。土の上。砂の上だけってこと？ぬって、植えれないんだよ、確か。で、ここ全部砂にして、おう。大きいところやってたよね。ああ。これなんでしかもこんな中途半端に水があったの？いや、わかんない。もともとあったわ、ここ。あ、俺が水入れたって。下手が上だよな。嘘つけよ。素晴らしい。素晴らしいな、やっぱりそういうとこだよな。これがやっぱ人気あるやつのやつのさ、もう。ゴミ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 。どこどこ？ゴミこいつ。どこどこどこ？ピザどこいい？あ、俺はピザ好きだけどね。ありがとう。まあ相方だから、相方だからな、相方だからな。いや、ホモですわ。いらない。ちょっと流れた。ダイヤ自慢し、ダイヤ自慢しに来るんだよ、お前。なんでダイヤ自慢しに来たんだよ、お前。おい、誰ですか、俺たち。お前しばくぞ。あ、富士通どっち来るんやったっけ。結構。あ、はい、4回目ね。だって割った、割った。4回目割った。父ちゃんの時はね、父ちゃんの時は1回目ですっていうのね。なんだそれは。さあさあさあ、それはさあさあ。これってか無限水源じゃないよね、ここ。なんで？はね、ダメなんじゃないの、これって。え、無限？な、何がダメなの？大丈夫だろ、水に接してりゃ。あ、そうだ。早く売れろよ、お前。意外とタミーね、結構マイクラ詳しいんだよな。イラッとするよな。なんでお前ちょっとマイクラ、あ、何？なんで急に可愛いこぶったの、今。あら、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 タミーちゃん。あら。え、え、なんで？何この雑な、なんか畑。汚い。これがピザクオリティ。これがピザのトーク。なんも気になんないの、ピザ。そういうのって見てて、なんか。え、あ、誰も形。あ、頭皮。形とか。頭皮は。いや、ほら、ハゲ。ハゲ、もう無理だっつってんだろ、ハゲ。ハゲに人権はねえんだ、ハゲ。ハゲに人権はないわ、ひどすぎるだろ、お前。コメント欄荒れるぞ、お前、コメント欄が。ハゲの人とどうすんやん。ないでしょ。父ちゃんか、お前人権なくなっちゃう。まあ俺最近でもね、この髪型の人から全然気になるのが髪生えてきたからね。嘘。うん。あ、やっぱ髪のことを気にしてると。なるなる、本当に来るよ、本当に来る。ピザだから結構あっただけ、もうやばいなと思って。あ、これ考えてるなって。そうそう、すぐ分かっちゃう。髪の話してるっつって、うん、そう、あ、やばいなこいつっつって。何かと結構このさ、こう背高い感じや。あ、なった時なんか鼻になる。あ、一瞬、一瞬、そんな。よし、これで、あとは、
待つだけ、サトウキビ、待つだけ。誰か来たの、ここのサトウキビ。なに、なになにこれ、なんで来たの、サトウキビ。え、なんかちょっとイラッと、なんか汚いじゃん。ない方が綺麗じゃん。よし、久々にさ、みんなで寝ようと夜になったら。え、あ、それは大事だね、寝ようか。お前ら寝るぞー！オッケー、寝るぞ一回、久々に寝るぞ。ワニワニ、ちょっと待って、ちょっと待って、人参浮いてるから、ちょっと待って。出したも早いからな、さ初代ピーちゃんの墓に人参浮いてるから。意外とこれ寝ると誰がどんだけ死んだかわかるよね、これ。左側にもチャット出たから。めっちゃ死、おい、誰だこれ、おい、俺のお前、これお前、これお前、おい、俺のお前、これお前、おい。あ、枕だ。枕に。あったかい。本当だ、枕だ、枕。なんか血塗られた枕が。すごいな、結構死んでんな。え、どういうこと？わかんの？そんな。いや、なかなか死んでるね、みんな、ほんと。みんななかなか死んでる。なかなか冒険の書を書くとわかる。タミーがね、タミーが結構来てるな。ゾンビに殺されてる。あと、スポーンに殺されてる。あ、そういうことね。高いとこから落ちて。あの、これ、キョウちゃん全部。よし。あ、朝になった。この辺のちょっと一帯をちょっとね、この辺ちょっと綺麗にちょっと耕したいんだよな、全部。聖地にする？聖地にしよう。聖地しようぜ、聖地。向こうはどうですか？何？コップ？いや、なんでもない。お前だ。やばいやばいやばい。なんだっけ？あれなんだっけ？マフラーとかに。誰？ここにこうレッドストーンのブロック置いたやつ。誰？ナッツくんで。フシフシやろ？そうやってさ、ちょっと流れに任せて人のせいにするのやめた方がいいんじゃない？あのね、大阪人はもう何でも切れ気味に行ったら通ると思ってるから。わー、ひどいひどい。ほんと、民度低い。民度低い。ダメダメ、そういうことダメだよ、ほんと。あれるあれる。民度は、なんかそれコメントで多分もう関西人からもうすごい。もうバッシング。あー、民お疲れ。圧迫感がやばい、圧迫感がやばいよ。ここはやばいって、圧迫感がもう。パツ、リミックスだって、乗るしたい。乗るしたいな。あんまり、ちょっと、あそこ。線引いてるところから全部、そう、とりあえず、サルチンしといて、そこ。あれちょっと木がね、棒がねえ、おい、誰か棒くれ、どういうこと？瞬間。キョウちゃん、俺のとこ来たらスコップあげるよ。大丈夫。なんでキョウちゃん、今日なんか壊れたロボットみたいなのある？たまに。よし、これでいけるな。よし。いや、これ誰だよ、こいつ、ちょいちょい邪魔くせえな、お前。出れねえじゃねえかよ、お前。よし。あ、やばい、ぬってなる。ぬって。あ、もうそういうことなの。ある、この聖地、ここ聖地して。ここ、聖地。誰かスコップくれ。ここ聖地、ここ聖地。スコップくれ、スコップ。これも聖地、ここも聖地。おい、お前ちゃんと自分の線路守れ、聞いた。この聖地、いけ。交差するからやりに。なんで畑にしてるの？あ、畑にしてるわけじゃないよ。たださ、聖地。いや、なんか、耕してる。お誰だ、カス、こら、おい。ボケ、こら、おい。うえ。やっとんじゃん、おい。うえ。誰かスコップ余ってない？あるよ。作れ、うえ、うえ、作れ、うえ。この水はどうする？やろう。埋める。こうして。やろう、お前。え、椅子。政治中とか来てくんない？どこ？家の裏。出て、里首畑。オッケー。ざわわ。ざわわ。ひろひ、さとき、びほたけは、ははは、ははほん、ははは、風が通り抜かぬまで。この辺を、こうして、この辺こうして。といえばさ、うん。さあ、こう、パーって見てたら、サンケロニキの、LINE のやつあんじゃん、自動変身。ああ、LINE のやつ。あれ見てたんだけどさ、サンケロニキあれ、完璧に陰夢中でさ、間違いない。いや、チャンゲロ陰夢中だよ。
やったぜ。うん、イム大好きだからね。ライブでも、ライブでも言うぐらいだから、ほんと。やったぜ。うん、普通に言ってるから、よく、それ気づいちゃった。イム中だってことに。うん、気づいた。もう新規だ。同類だということに。よろ、紹介よろ。紹介よろって気持ち悪いんだよ。紹介よろっておかしいね。紹介よろってなんだよ、お前。多分おかしいだろ。ダミー、お前、スコップ使えよ。腕でいいよ。これ何？ロキ。土ある人を。何？これ、これ何？これ。お、粘土だ。何これ。粘土出てきたよ。落とすよ、落とすよ。粘土レンガ作れるよ。よしよし、落とすよ。はい。鉄やレンガ、レンガすげえ。何これ、めっちゃ粘土出てきた、ここ。ちょっと、ねえ。レンガ粘土でゴミって言うの。粘土って量産できないの？あいつ量産できないんじゃないかな、わかんないけど。粘土は無理じゃない。粘土って何か止まってるよね、一つのからどれぐらい落ちるか。あ、そうなんや。いや、知らんけど。いや、松明置いていかないと、夜めっちゃ。ゾンビゾンビ。おーっとっとっと、早い早い早い。レンガレンガ。おっとっとっと。ちょっとレンガじゃない。じゃあ、これさ、粘土で作った、レンガ作ってさ、それで建物したら結構達成感やばいんじゃね、これ。それ、あれだよ、焼けば、あの、なんていうの、赤っぽい色になるよ。え、PC？ いや、レンガ焼けば。いい感じに精進できた。レンガってか、粘土かな。レンガ、レンガ焼けば。粘土を焼けばレンガ。砂気になるな。砂気になるな。素晴らしい。ああ。砂を土固めるの。ここまでをあれにする？な、何をすんのこれ、整地して。いや、ちょっとなんかボコボコしててうざいなと思ったから。それだけ？そう、それだけ。マジ？なんか木植えてるけどね。うざくない？うざくない？うざくない？だってうざくない？何が？だってボコボコしててうざくない？ね。いや、自然な形ですごくいいと思います。じゃあなんか、そこを、じゃあ、本気で設置するしたら、もうこの、この範囲、ボンって、岩盤まで掘るもん。岩盤まではやるし、めっちゃ時間かかるですよ、5人。え、でもみんなでやれば早いんじゃない？ 6 人でやると、時間かかるよ。ただの雑談になる、その間。いいだろ、どうせ俺らただの雑談みたいなもんなんだから。うん、他のマイクラ実況と違うって言われてんだから、俺ら。嘘。え、じゃあ、だって俺らマイクラ実況してんじゃんけ、ただ遊んでるのを垂れ流してるだけだからな、これ。じゃあ、キカちゃん、俺ここ岩盤まで ぶち通すね。いや、お前さん、ただ直感盛りじゃねえかよ、お前さん、ただのもうやだから、もう。ちゃんと決めようよ。おい、おい、ほんと、猛禽ぶっさなんだよな、お前。幅決めよう、どっからどこまでか。そうだな、どっからどこまでか幅決めたいな。この行きます。どっからどこまでする？どれにしよっかな。ちょっと上から、ちょっと上からちょっと見てみよう。はぁ、あ。みんな来て、ただ今ここ無限に土湧いたんだけど、ここほら、ほんとだ、どこ無限、無限に土湧く、ここ何どういいかな、ほら、ピザ掘ってみ、本当だ、無限に土湧く、この辺で、ほんとだ、なんでほんとだ、ちゃんと湧いても手に入る、やばいでしょ、キョウちゃん、無限に土湧いてきた、無限に土湧いてる、ここバカじゃないの、お前ら完全にナッツ置いてんじゃねえかよ、お前あ、本当だ。え、気づいてない。気づいてない。何かと思ったから。お前、いい加減にしろよ、お前。頭おかしいだろ、ほんと。ピザ、バカじゃないの、お前。バカと思った。結構危険な、お前、ほんと、それは。掘ってみてなって一回。こんできんの、マジで、こんな。え、で、普通にいけんだよ、はい。下手かよ。ほら、こうなっちゃうぞ。慣れへんって。いくで。はい。ちょ、待って。ちょ、おそら掘んないで。おそ、おそ、おそ。どの辺に掘ろうかな、ほら、どの辺に掘ろう、いや、俺の右クリックのタイミングが上手いね、単純に、うん、あ、そうか、タイミング…やって…どの辺にしようかな、ガン虫やん、どの辺にしようかな下手かよ、って言った、ダメなんだけど、難しいね、難しくない、その無限土は、難しいね、嘘、何やってるじゃん、待って、見えへん、やってこれ何、クヨちゃんやるよ、なんか水出てきたんだけど、あ、埋めたとこだもん、埋めたくち、うまい、水はけ悪い、埋めたくち、あ、もう土なかった、うまいな、じゃあ何ドッジボールする、いいよ、俺じゃガイアかも、あ、これドッジボールのコートこれ、はい、じゃあこのラインで、岩盤まで掘りましょう。
うん。